お疲れ様です。教育番組大臣チャンネル、今日は瓦割りチャレンジをやりたいと思います。結構その声があったんですよ。実はメッセージで瓦割りチャレンジやってくださいっつって、なんか朝倉未来とかもやってるなんか場所で、この浅草の瓦名さん、ここでちょうど今ね、なんか女性がやってるけど、そう、ここでちょっと俺といい君で、まあ、これ別に対決じゃないけど、ちょっとどのくらいいくのかやってみたいと思います。準備できてる？おう、おっすよし、じゃあちょっとやりましょう。はい、これ記録チャレンジって何枚ですか？記録チャレンジ26枚です。26枚が新記録？そうっす。今が25枚がチャンピオンなので、はいはいはい、26が。なるほど。バレたらチャンピオンです。いや、きつそうだな。結構あるよ。1、2、3、15っす。15っすか。はい。あと12。え、これ15？これ15っす。いや、いけないよ。いや、え、お兄さん、俺のことすぐ分かりました？いや、分かりますよ。あ、本当ですか？分かりますよ。僕、あの、外録の頃から。あ、マジですか？拝見しておりました。ありがとうございます。まあ、それぐらいの感じです。はい。え、これは無理じゃない？え、ちなみに今の記録保持者の人は、はい、なんか格闘技やってるんですか？あ、格闘技の、なんか砲丸投げの選手って言ってました。あー、それはパワーあるわ。でも多分ちょっとでも的外れたら多分いかないと思うんで。あ、そうっすね。優しく。これで OK ですか？はい、OK です。これ26枚。これが26枚、はい、よし、じゃあいくよ。ちょっと一回止めるよ。小指の付け根が手首にかけて面で、拳グーまま振りかぶる、まっすぐグーッと振り下ろすのが大事です。でこの時に手前側に振り抜いちゃうと力こっち側に入っちゃうんで下残しますし、斜めに行ってもこっち側に行っちゃうんで残す。なんで上から下に垂直にこう落としていくがまず大事です。で今の感じがこう斜めっちゃってるんで、斜めになってる時点でこう斜め下になっちゃってますね。こうじゃなくてこうってことですか？そう持ち上げてスタンプをドーンと押す感じにします。そうで普段はここに合わせて一緒にしゃがみましょうって話してるんですけど、この高さになるとしゃがみながら打つと腕入っちゃうので、まず打ちに行くのが大事です。この赤い丸が瓦の中心なのでまず打つで、からのしゃがみです。打ってからしゃがむ、うん、じゃないと腕入っちゃうんで、ダーンって入ってからガーン。そうこうじゃなくて、はい、難しいな。まあまあ流れで多分なると思うよ。で、ポイント3つで、足は必ずブロックよりも後ろ、こっちに踏み込んでると瓦を打ってあげる。で、赤い丸を打つ。そして、今の説明のように、下半身ください。はい、やります。OK ですか？はい。はい。しゃあ、かなり、店の記録チャレンジ26枚。気合入れてお願いします。何枚だろう？半分します、ね、はい、半分もいかないです。記録10枚です、ね、10枚、はい、あ、じゃあ10枚でやればちょうど全部割れてる。でも今ので10枚か。これ いかなそうだな。全然言い訳じゃないけど、うん、ちょっとここで打っちゃってましたね。あ、本当？ここじゃなくて。ああ、それもまた違うんですかね。そうか、そうか。吸収されちゃってる感じが。ここで打ってた。じゃあ、イー君の記録は10枚ということで。10枚です。はい、じゃあ次俺やります。はい、じゃあこれ僕側の方取っちゃいますね。はい、行きます。はい、チーズ。おい、おい。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ツーショット大丈夫。大丈夫です。OK。あ、ツーショット。ありがとうございます。遅い遅い。いはい、はい、行きます。はい、OK です。ありがとうございます。はい、OK。 もう回ってる回ってる回ってる
こんなせんべいほどの塊を、なんだっけ割ったところで何の目安にもなるまいが、はぁっていうね、これ浜雄二の真似なんです。すいません、あの、置いてあります。こんなせんべいほどの土の塊を瓦割り、考えてみたら初めての体験。何枚割ったところで何の目安にもなるまいが。練習中瓦フレーズで。あ、よし、行きます。早いっすね。はい、いいすこんなのちょっと行きますよ。しゃー、かなり店の記録チャレンジ26枚。気合入れてお願いします。はい。いいっすか。お願いします。あー、これ反れたな。あ、何枚？いくんぐらいじゃないの？半分13枚ですね。うわ朝倉未来超えなかったうわマジか。惜しいありがとうございます。もったいなかったですね。てか練習しなさすぎっすどうぶっつけすぎるっす。いやちょっと不甲斐ない結果で、ね、申し訳ないです。朝倉未来に1枚負けました、はい、いやすごいよ13枚、うん、ってことで、こちらね、あの浅草の宣伝します。あ、恐縮です。河原割、河原菜さん、ね、25枚が、あ、25枚ですよね。25枚が記録なんで、ぜひ誰か26枚行ってください。チャレンジャー、ありがとうございます。どうもありがとうございます。よし、みんな13枚超えてくれ。頑張ります。したら俺を超えることになるから頼むぞ。超えにくいじゃん超えにくい案外マジいかないから、ちょっとでも外したらやばいから、もうダーンってダーンって思いっきり、でめちゃめちゃ気になっちゃって、あれやる前にちゃんと浜裕次郎のオマージュして、うん、あれちゃんせんべい、そうそうそうこんなせんべいほどの土の塊を、そうそうそう、よし、ありがとう。頑張ってね。ありがとうございます。よし。はい。じゃあちょっとね、瓦割り、記録がイー君が10枚、俺が13。ちょっと朝倉未来の14枚越したかったんだけど、ちょっとダメだった。いや難しかった。いや音だけ一丁前なんだけどさ。あれ全部いったかなと思って。そう。ちょっと皆さんね、このステッカーももらったんですけど、瓦菜さんのね、これステッカーで。ぜひね、25枚が今現時点の記録なんで、誰か26枚、つわもの。やっぱでもさ、空手家さんが多かったっつって、ね、言ってたね。やっぱり空手家の人は、やっぱ心得てるらしいから、ぜひね、空手の達人の人がやれば行くと思うんで、うん、まあ我々はしょぼい。しょぼい。10枚、13枚が限界です。ね、若者もね、これからなんかやるみたいだからさ。いい経験になったよね、うん、じゃあちょっとそんな感じで教育番組でした、はい、ありがとうございます。さいたま市にある看板制作株式会社ラットクルーさん、イベントサイン、看板サイン、グラフィックデザイン、ホームページ、LP 制作、看板のことなら何でもご相談ください。埼玉県さいたま市にある株式会社ラットクルーさん、よろしくお願いします。